熱海ビーチラインは神奈川県と静岡県県境,境付近の門川交差点から静岡県熱海市東海岸町付近に至る延長 6.1km の観光有料道路である。正式名称は熱海海岸自動車道。相模灘の海岸沿いを通る快適な観光ルートであり、さらに並行する国道135号のバイパス機能も持つ。国道三十五号は 熱海市線角川から熱海市東海岸町に至る区間では酒屋カーブがある一方、熱海ビーチラインはほとんど平坦で通行上支障が少ない。ただし、夏のピーク時には大渋滞が発生するため、国道135号や伊豆スカイラインを経由した方が早いこともある。海岸線を通過することから高波などの影響を受けやすく、悪天候時にはたびたび通行止めとなる。 年間通行台数は287万台。道路運送法を根拠法令とする一般自動車道であり、かつ道路交通法による一部車両通行規制として、歩行者、軽車用、原動機付き自転車、125cc 以下の自動二輪車の通行は禁止されている。熱海ビーチラインと相模灘民間企業により保有、運営されている有料道路である。 三井観光開発により開発され保有、運営されていたが、2002年5月に特別目的会社、有限会社アタミビーチラインに約126億円で売却し、証券化された。三井観光開発がリースバックし、引き続き運営を実施していた。なお、本邦における初の道路の証券化とされている。2021年8月31日には、 鹿島建設と鹿島道路が出資する特別目的会社、熱海インフラマネジメント合同会社により取得された。鹿島建設は建設当初、設計、施工を実施している。現在の通行料金である。2013年2月15日に料金改定。同時に往復割引も終了。また、2014年4月1日の消費税、引上げ時にも、 料金改定が行われている。2019年12月20日に値上げ対応。なお、料金書は ETC に対応していない。ありがとうございます。